えい、小学生のちっちゃいそのレプリカみたいなの、小味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 、手でさばくねんて、これ手で、手と足とか胴体とかの一部分、手で一箇所ずつ配って組み立てて一個のものを作るみたいな感じかなと思います。 C、 職人さんをキャラクターにしたカード、なんか集めたい、集めてコレクションしたい。私包丁は切れへんからね、これ一体どれでしょうか。包丁が切れへんのに取れるわけないか。A、B、C、B、C、イタチさんはね、お魚食べれないんです。これもカード好きですから、で集めたい欲もありますし、ね、包丁切れへんねん、包丁がちゃんとこう分からせるっていう、包丁がなんかレストランとかもありますよね、この農場がこの人が作った野菜ですみたいな、誰が作ったかっての教えるっていうのは僕はすごくいいと思いますね。はい、タッくんはあの、こっちかけんと反応してはしょうがないと思うんですけど、子供はもともとここに興味があって子供を集めようとしてるんじゃなくて、興味ない子供を集めようとしてると思うんですよ。そこで職人さんの人気ではなくて、ミートってもらったよ、これ人気を利用してしようと思ってるんじゃないかなと。全然スムーズに、あ、ミートってもらったわ、これがわかんない、これ全く何してか分かんない急に日本語下手になってる。包丁買った方がええな、これくちゃくちゃになるわ、これこれくちゃくちゃになってるわ。B だとちょっとそれこそ人ではなく物に目が行きがちで、ただ C だと、あ、取れるか、こうやね、立てて使ったらええよ、包丁をヒーロー化して、それこそカードでヒーローにもじって、こんな人になってほしい、目指してほしいっていう思いの方がなんかいいのかなって気がしました。太田オープンファクトリーで子供たちのために配っているものとは、子供たちが工場を訪れると、包丁さん綺麗に挟むんですよ、こちらのカード、あれハサミどこ行った、包丁綺麗なのよ。レーザーを使って素早く金属を切り出す玉川板金工業所の遠藤さんは玉川レーザー、カードにはいてサッカーな包丁切れるやつでして、サッカーな、サッカーな、サッカーな、手のひらから腹を上にして胸びらのところから開き、そう、ここやろ、手ですんねんて、小味、胸びらのところから開き、手ですんねんて、これ胸びらのところからエラにかけて開き、胸びらからエラのところ、あー、こうね、こうこうこう、手ですんねんて、これ、イメージとしてはしっかりエラをつまんで、エラをつまんで持ち上げるよう、こう、これ子供たちの来る人数も劇的に増えたんです、こう取れたんちゃう、これ人材のなりぬ子たちがいるんだ、これかな、希望が持てる、そこをきっかけにものづくりってこうなんだなって、しっかりエラを持ち、知らないことがいっぱい、しっかりエラを持ち、母さん痛いよ、それちょっとちゃうで、母さんちゃんと呼んで、なんかちゃうな、職人さんをキャラクターにしたカードでした、これか、街角の答えから選ぶ日本の思いやり三角、えんちゃん、エラとカマと三蔵が三角に取れたら OK です。嘘、私これのやり方はね、ちゃんとこうやってここ入れてやね、ハサミ入れて、私の方がええかもしれない、こうやり方が、でこれ包丁で取り出すねん、これこれ皆さん見てます、これ包丁でこうやって
もともと花の楽しみ方は花瓶に生けたりお庭を作ったりという。包丁でやった方がいいかもしれんね、これは手でやるよりも。しかしハワイでレイという花を身につける文化に触れたことで、より花に魅力を。母さん痛い。母さん痛いよ。母さん痛い。ちょっと我慢しなさい。ちょっと気軽にお花を楽しむ方法みたいなのないのかな。作れるような包丁が綺麗か知らないね。包丁が生の花を、ね、楽しんでくれる人が増えるかなと思って。母さんもうちょっと気軽に花を楽しむことを日本のもっと多くの人に知ってもらいたいと。テールセンターかもね。レイを使ってあることを始めたんだそうです。では問題、大谷さんが日本人にもっと花を好きになってもらうためにレイを使ってたこととは一体何でしょうか。皮が上がれてまうもんね。後ろでこの問題に答えてくれた優しい人たち、中でも特に優しかった3つの答えの中に正解があります。手で取った方が早いんちゃう、これ手で取った方が。入学式に桜のレイを使う。手で取ったのレイとか作り方とかを。あ、もったいない、ここまで切れよう。もったいない、これもったいない、これハサミで切るわ、こうやって。これじゃーん、取れました。で、その一見の知ってもらう。いや、本当の優しさは一体どれでしょうか。優しいテレビ。さあ、回答を見ていきましょう。優しいテレビ。これそうや、やっぱりこうやわ。この方が早い。多くの人が好きになってもらおうという意味では、もう小学生ですと多分人数少ないんじゃないですか。でも私こうやってなかったからね、こうやって取り出すの。簡単に考えると、やっぱり手よりこの方が早いよ、これ。包丁の方が。チーム回答はこうなっております、どうぞ。やっぱ包丁やわ、包丁の方が早いわ。これはちょっとクックパッド先生ちょっと違ったね。これだけ私が料理をしてるってことですね。だから僕この問題で B をチョイスするのはもう本当薄汚れた資本主義。いいとこもいただいたらいいよね。いいとこもね。数が大事だから。いや、手開きよりね、包丁で行った方が早いわ。そして正解は、包丁で慣れたやり方やったら早いね。どんな方に騙されたんだよ。死ぬところなんて見たくない。待ってたんだ、この土地は嘘の戦争、今夜9時、孤独の底に沈んで。これ見たんよ、これ。皆さん見てくださいよ、私の捌き方。私うまいよ、捌くの。釣り行こうか、釣り。釣り配信。釣り配信。切ってこっから取り出す。足だけで開く。ハンズフリードア搭載。ほら、包丁でやった方が早いわ。絶好調。包丁でやった方が早いわ。RJC カーオブザイヤー受賞。ほら、包丁でやった方が早い。最近素肌が綺麗。ほら、簡単や、内臓取り出す。